バイトをうっちしてパチンコに挑むという。売られた喧嘩は買うしかない。悪魔の力身につけたってことで、5万円借りました。はい、5万円借りて、ギャンブルに挑む、異常成人男性こと小屋のるです。打つのはね、スマパチ刑事、まあ、1パチのコーナーで打てるね、台なので、まあ、人気はないことが分かってるんですけども、イベント日だから出すでしょっていう目論見で行ったら、早速50回転くらいで、まあ、青保留が来たので、まあこれはいけるんじゃないかなって思いながら打っていましたが、果たしていきなり当たるんでしょうか。まあそんなうまい話はないんですよね。はい。でまあその後もチャンスは来るけども当たらないみたいなことが連続して起こりました。これも無理無理無理、これも無理。気がつけば500回転近く行ってしまいましたね。なーにしとるんじゃボケがよ。アホくさ。まあしょうがないですね。ここら辺で当たる可能性が出てきましたね。こう歌舞伎ものチャンスが来たので、まあここら辺でね、まあそろそろ当てたいかな。まあここまで熱い演出が来たらね、まあまあ歌舞伎ものが出て、ここで刑事が来るパターンでしょうね。なんで？もうなんで来ない？500回転なんだが。刑事、なんで来ないんだ？刑事、刑事、これは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 赤い石きた。もう赤が来たらね、もう安心なのよ。しかもね、こう先読みありでの赤だからね。まあ501回転、まあちょっとね時間はかかっちゃったけど許容範囲内でしょう。それではね、当たらせていただきます。嘘。いやだがそれでいいでしょう。だがそれがいい。信頼度 75% の赤外す。その後も先読みでリーチはかかるものの、外れ600回転。もう3度にお金はない。すでにこの時点で9000円を消費している。名乗るは発狂寸前。もはやここでもキエーと叫びたい気分である。もうもはやもう奥歯が噛み締めて噛み締めて口内炎になりそうなくらいに噛み締めている。ひょっとこ顔になってしまっている。これはひどい。その後もね、連舞が続き、でここで刑事が来るんですよね。もうこの刑事赤フラッシュ来て、でもう破壊される。よいしょ、連舞来る。右左どっちに刑事がいるかなと言って見つけられない。いつの間にか700回転。よいしょ。ここら辺になってくるとね、もう無ですよ。 無でね、中指突き立てる、そんな感じでございます。でもまだ地獄は終わりません。連舞になったりねするのはいいしね、もうそろそろね、まあ秀吉も来たから、まあ当たりだろうとね、秀吉が来る、で赤の刑事が来ると、もうこのね熱い演出ね、ボタンもいい。なんで、おい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 、復活もない。よいしょ、800回転近くいってる。出てる。しかもラッシュ、その後も出ない、全く持って出ない。緑保留も
結局はダメちなみにミドル保留の信頼度は 25% あまりにも当たらなすぎている。そして1386回転目運よくケージのキセルあたりを引いていく。カンカン次はおーようやく来たケージだ。俺は来たろ、さすがにもらったろ、行け行ってくれ頼む頼む、さすがに当たった、よかった余計でもかかりすぎや、1386回はかかりすぎや。でもこの後ラッシュ入らなきゃ全く意味がない。頼むからラッシュ入ってくれ、ラッシュ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 来てー。ごめんボーナス単発かよ、お前それはねえだろ、1300オーバーしてんだぞ。おお風来た、風来た、400ラッシュ来た、ラッシュ来た、一刀両断ありがとうありがとう、うわー来たよー。さあこっからラッシュを、ラッシュを続けていくんだ、頼むケージ頼むよー。4500でした、まあ約4000円ですね。はい、その後ね、さっき言った最強ミサカ打ったらね、なんかめちゃくちゃね出てるのよ。なんで俺の時に出ないんだ、あーほんまふざけとるわ、あのままレールガン打ってたら大逆転やないか。なんやあれ、なんやあれ、なんなんすかあれ、なんなんすか、マジであれ何は、俺が U タイムギリギリまで打った後、え149連なんじゃその鼻笑い話は、ふざけるなー、うわーきゅー、うわーマジふざけとる、何この不運。朝一149連出る台を朝一で確保しといて、でその後U タイムでハマったから離脱して、その後149連なめとるわ。でその後ケージで1380ハマりで、その後出玉バック4000、今現在投資3万6000の、回収4000やってるんでよ。こうなったら、もう今日入って編集したりね、ゲーム売ろうかなと考えてたんですけども、もうこれは舐めとるわ、舐めとる、ね、舐めとる、本当舐めとる、もう行き着くところまで弱臭の小屋乗るということで、もうふざけとる、さすがにふざけとる、ふざけとる、あないわ、ありゃにいいわ、おありゃにいいわ、あんなジャンプしてる、あんな美しくジャンプしてるグラフ初めて見たわ。何俺のこと最終面接で落としたから、え、そういう風に無限に扱ってるのか、あ、若者をいじめて楽しいか、あ、弱者男性をいじめて楽しいか、え、小屋ののをいじめて楽しいか、楽しいわけねえのかボケがよ、わあ、もうこれは心の底から発狂してます。もうこれ YouTube なかったら俺もう泣いてると思う今。 YouTube だからまだネタにして笑えるけどもね、
この仕打ちですよ、この仕打ち。もう借金してるから後に引けねえからな。36,000の今現在4,000バックだからマイナス32,000だから、まあ、まだこっからですよ、こっからこっからこっからが大事なんじゃ、こっからが。最後の逆転にかけるためさらなる博打を打つ小屋ノルが選んだのはエヴァンゲリオン。逃げちゃダメだの脅迫観念にとらわれた結果、無情にもパチンコ玉という現金を失っていく。楽園という人から受けた打撃は凄まじく、小屋ノルの精神は崩壊寸前になってしまう。バイトを休んでまでパチンコを打ちに行ったことの後悔が心を蝕んでいく。次回終局インナ王法を気に、次回もサービスしちゃうわよ。